オーバーチャーが入るんですよこれはね。だからやっぱり解説員が早い。これはだから入る解説員の入りが早い。これ入らないと始まらないんだから入りが早すぎるね。さっきからちょっと追いだき言っとかない。これはチーム乃木方のみんなでね、解きましょうこれ。はい、今ねその持ってますサイリーも黄色のサイリーもね今ね、おいね、おーばあちゃんをかけながらこれちょっと今かわいい声でやばいって聞こえたんで。そう聞こえてるんですよこれ。だからもうみんなざわついてるよこれ絶対に。やめた方がいい。でもやめる。ああ邪魔になってるから。それが結果邪魔になっちゃってる。一切右は見れないよ俺。見ろ見ろ笑ってくれてるよきっと。ってことで、はい、生放送教室にも来てくれてるんでね、はい、改めて紹介したいと思います。いいですか紹介して。はい。あれなんか怖いですか。いや一応確認ですけど引いてますか。大丈夫ですか。いや正直に言ってくれ。全然僕全然ダメージ受けないタイプなんで。星野さん どんな感じですか。いやすごいなんか、はい、すごい熱いなと思って。熱い。 熱いあるな熱いなと思って。寺田さんはどんな。いやラジオじゃ伝わらん。あでもそれが僕は伝わるものだと思ってます。あ、まあ、その気持ちは大事ですよね。はい、そうですよね。はい、はい、2人とも引いてます。ということで乃木坂46の星野みなみちゃんと寺田蘭ぜちゃんお願いします。お願いします。お願いします。すいませんね。でどうしても入っちゃうんですよ。曲が流れると入っちゃうの意味もよく分かんないけどテンションが入っちゃうんですよ。なんかね、はい、まあこのスクロブロックも初めてお越しいただいたということで、はいはい、お一人ずつお声を読ませていただいてもよろしいでしょうか。はい、乃木坂46の星野みなみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、乃木坂46の寺田蘭ぜです。よろしくお願いいたします。お願いします。いやようやく、まあ、はい、僕はねあのもう何度も、はい、あのお会いさせてもらう。あライブだライブでの話はあったことになってんだ。すげえな。客席からずっと会ってる状態なの。すげえ入ってんな。これ入ってるわ、はい、神宮球場とかいろんなところで。そういう意味では僕も会ってるよ。そういう意味では見てみ。じゃあ言ったらいいのにさ。なんだこの感じ。何言っても今日ダメだわ。いやで今日はお二人のためにね、はい、もうパンとチャス用意させてもらってるんで。お茶のことでいいんですよねこれはね。まずパン。はいパン。目の前に本当に焼けたものが。まさかラジオでこんな。はい。全然いただいちゃってください。パン好きっすもんね。パン好きです。いわゆるパンの女ってことになって。呼び方が強いねなんか。はい。女って言うんじゃないよ。いただいちゃってください。はい、目の前にねジャムもありますんで、ね。お茶食べるんですか。いいっすよ。食べどうぞどうぞ。お腹あんま空いてないですか今。私今パンケーキ食べてきた。パンケーキ。めっちゃ好きじゃないですかパン。すでに入っている体に。ちょうどパンケーキ食べてきて。夜食べるとまずいんじゃないですか女子。あでも。7時とかに食べて、あ3時間前ぐらい、はい、のんびり食べてて。まずしときますか。あそうですね、せっかくなんだね。すごいまさかこうラジオで食べると思わなかったんで、うん今ね、目の前にジャムいちごジャムですかねこれはね。いちごジャム、そうね、はい、今端の方にねよかったじゃあ、ね、解説ありがとうございます。いやいやいやいいんですよ。すごいラジオで三振、ねうん、いい音するかもしれない、ね、そうですね。じゃあみんなに音を伝えますね。いただきます。あらうまそう。仲いい。いいですねこれ。なんか恥ずかしいね。なんかね。なんか嫌じゃない。いや嫌じゃないですよ。ただ今の、ね、耳が幸せです。そうそうそう。めっちゃいい音する。耳幸せになってみんなニヤッとしてるわけですから別に大丈夫。悶絶してるだけですよ部屋で。じゃあのランゼちゃんのあのポトポトポットする、はい、あ出たポテトチップスじゃないですかやっぱり、はい、言ってくださいよそれなら。そうそう、それもじゃあ開けて、いいちょっと一口音だけいただいて、開けるところからなんですか。開封から。みんなまず開ける音だよ。あ、今ね、開きましたね。聞こえてるかな。そして、一枚ね。一枚のね。じゃあ、はい、あの、ポトポトポトス、はい、いただきます。いやありがとう。ラッパ隊のみんなありがとう。いいね。閉まった。場が閉まった。あ、うん、ありがとうね。あ、ちょっと書いたらチャスも。お茶のことでしょ。なんでチャスって言ってんのこれ。これ寺田家でこうやって呼んでるんですもんね。はい、そうですね。寺田家でチャスって呼んでんの、うん、そうですね。チャスって言いますね。はい、ポテトチップスのことをポトポトポトスと。どういう教育を受けてるんですかそれは。どういうことなんですかっていうことなんですか。わかんないです。なんか、多分父が始めたんですけど。何の違和感もなくそれじゃ受け入れて。あ、すぐ分かりました、なんか、へぇ、すごいですね、これは。よかったらそれもいただきながら興味深いね。ボリボリ言いながらやるんで。いいよ、いいよ、まあいいか、いいよ、いいよ、いいのかな、うん、で、まあね、その今日、はい、あの星野みなみちゃん、寺田蘭ぜちゃんがこうスクローブロック初めてね、はい、来ていただいてるんですけども、まあスクローブロック的にも乃木坂46はいろいろこう、僕たちもお世話になっていて、うん、ゲストもね、あのたくさん来てくれてるんですよ、今までに、うん、はい、あの井上さゆりちゃん、神村真宙ちゃん、うんうんうん、高山和美ちゃん、カズマ、うんうん、
で今年の2月まで我が校の女子クラス3週目に旭川の女がずっと投稿してくれていて、そ校長のお父さんが呼んでる呼び方で、ね、橋本奈々美ちゃんが投稿してくれていて、はい、でそこのガールズロックスって授業に生駒、はい、ちゃん、はい、来てくれたり、あと卒業直前だったかな、あれ、深川舞ちゃんが来てくれたりとか、でさらに46時間テレビ2回やられてるじゃないですか、あれ僕ら1回目お邪魔そうなんですよしてて、はい、あれそれとかって覚え見てました？見てない？1回目見てないかな、いつ忘れちゃった、ね、うん、いいよ、なんか46時間あったんだよ、すいません、そういや、なんかじゃ今目見たら、はい、あ、あん時のって星野さんが目をされた気がして、でもなんか聞いたのは覚えてるんですけど、はいはいはい、でも、うん、あんまり鮮明な記憶はなくて、オッケー、あのね、いや星野みなみちゃんってやっぱそういうところが、俺はずっとテレビとか見てる中で、どういうところ、雑誌とか、いやいや、なんかその素直に、はい、普通だったらね、ごめんなさいとかってなるところを、うん、いや本当に記憶にないっていうところが、すいません、なるほど、ストレートにそういうこと言ってくれるってことですね。やっぱ星野みなみか政治家かってぐらいやっぱり、いやいや記憶にない、政治家よりなんならストレートに言ってくれた、これどうですか、スクールオブロックのことは知ってくれてたりしました、お二人は？知ってます、え、ランデちゃんも知ってくれてたんですか？はい、知ってましたよ。これはガチです。ガチで、これガチ、え、どういうところで知ってくれてたんですか？はい、まあ、まあ、橋本さんがやられてたので、うん、まあ、ちょこっと本当に全然はい、めっちゃ詳しいですっていうのは断言できないんですけど、うんうん、がやられてたので、うん、はい、あるっていうのも知ってましたし、この学校制度みたいなのも、はい、なんか知ってました。あ、本当、平手ちゃんがやるっていう時になんか制服着て、うん、なんかね、はい、初めの回やられてたみたいな、はいはいはい、みたいなのぐらいは知ってます。欅坂のだから橋本奈々美ちゃんの3週目を今、うん、欅の平手ちゃんが今継いでくれてて、うん、で実際その聞いてくれてるみんなはまあほとんど10代のまあ生徒と僕ら呼ばせてもらっていて、うんうん、はい、だから星野みなみちゃんと寺田ランデちゃんとほぼ同世代のみんなが、そうですね、同い年かな、今日は聞いてくれてるんですけれども、うん、そんなお二人を迎えて送る今夜の生放送教室は逆伝握手会。まあ握手会ね、ずっとやられてますもんね、お二人はね。そうですね、これ今日はちょっともうラジオの中でこの逆で握手会をまあ行ってこうと、はい、だからいいですね、握手はだからまあ正直はできないわけなんですけども、まあ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 、うん、その代わりに電話で話をしていくと、うん、多分聞きたいことみんないっぱいあるわけなんですよ、超あると思うね、質問だったりとか、あと握手会に行ったことないっていう、はい、いるだろうね、確かに遠い方とか取れない方も多いですもんね、うん、ね、とか券取れなかったとかもたくさんいるだろうし、はいはい、そういうやつのために今日ちょっと逆で握手会を行ってこうと思っている、はい、なのでまあ普段の握手会結構ね時間ねタイトだったりね、そうですね、あんまり短いですね、うんうん、短いね、連絡とかだとね、だ今日はちょっとまあいつもの握手会よりはもしかしたら時間取れるかもしれない、わかんないけども、ね、うん、はいはいはい、でも時間の限りたくさん行きたいんで、うん、うん、ちなみにこの2人はね、あれでは4月に行われた大阪の全握以来のペアってことです、これね、そうです、うん、インフルエンサーの握手会、ね、その時にじゃあお二人ペアで握手会、なるほど、全握の時だからペアとかなったりとかするからね、これね、なんで早口なんですか、インフルエンサーの時に握手会、怖いんだよその時だけ、よろしくありがとう、はい、ちなみに今みなみちゃんのランジちゃんの逆伝レーンってのがあるんですけど、ものすごい数の生徒がですね何時間も並んで待っておりますので、今日も時間の限りどんどん電話をしていきます、うん、なので参加したいってやつは今すぐ学校掲示板に、参加したら2人に何を話したいかっていうのを詳しく書き込んで逆伝握手券手に入れてほしい、はい、もう質問でも相談でもね、乃木ジョークでも、乃木ジョークね、乃木ラップでもいいよ、乃木ラップ今流行ってる、乃木坂をこう取り入れたラップでもね、乃木ダジャレでもいいし、はい、うん、もう別にそんなどんなしょうもなくても俺たちはそんなバカなんて絶対言わないから、それは俺はね、曲を混ぜてくれる、バカなバカなバカな、入りました、すぐ入っちゃった、すぐ入っちゃうんですよ、すごいんです、すっちゃんと何の打ち合わせもしてないのにすぐかけてくれる、息が合いすぎてる、ありがたい、我が校の運営学校現状はメールすべてはスクローブロックのウェブサイトから、アドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京0332211800、東京0332211800、ということで今日は2時間お二人ともよろしくお願いいたします、お願いします。スクールオブロック、未来の鍵を握るレイディオ、スクールオブロックと申します。スクールオブロック、そして今夜の生放送教室にはナオキ入った、これこそ入りましたね、乃木坂4、全然言ってくれないね、乃木坂4、乃木坂4ホミちゃん呼び方からの乃木坂4テラちゃん、優しい言い方が、うん、これテラの方のテラちゃん名前呼ぼうとしてるだけだからね今ね、ダー
違う、ダーじゃないの。猪木さんになっちゃったから最終的に。やっぱこうやっとかない。ちゃんと名前を呼んであげてください。掲示板で3人ぐらいあれやってくれてるやつがいたから。少ねえな、おい。星野みなみちゃん、そして寺田蘭ちゃん、はい、お願いします。いや、それそうなっちゃうって。いつ入っていいか分かんなくなっちゃう。ごめんなさいね、お二人とも、ね。お待たせしちゃって、すいませんね。僕らなんて呼んだらいいですか、うん、こんだけやっといて、それ。え、全然、みなみちゃんで大丈夫です。みなみちゃんちゃん、はい。私も全然、はい、あの下の名前でランゼとかランゼちゃんとか何でも。マジですか、はい、じゃあ分かりました、うん、はい。星野さんと寺田さんは全然だな、おい。全然気使っちゃってるな、おい。今回距離がすごいよ。っていうベタな笑い。いいよ、説明しない。どうしたんだよ。今日はまあ、ドア玉からね、はい、来ていただいてるってことで、はいはい、まあ、なぜ今日来てくれてるかというと、はい、来週の5月24日水曜日に、乃木坂46、3枚目となるアルバム、生まれてから初めて見た夢、リリースになります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。これだからもう去年の2枚目のそれぞれの椅子からも大体1年ぶりくらいですよね。で今回またこれ4種類全部で携帯があって、はい、ABC と、うん、さらに今通常版がある感じで、まあ、さらに初回版 ABC にはこういろいろ DVD が入っていて、まあ、これもまた楽しみな映像ですけど、はい、裸足でさま15枚目のシングルからさよならの意味、そしてこのインフルエンサーが収録されていて、アルバム全部買うと、まあ、全楽曲これコンプリートできるっていう、うん、そうですね、ここ最近の1年の楽曲は、はい、まずどうすか、このもう来週ですけど、みなみちゃんはこの世にまあ出るわけですけど、3枚目のアルバムが、うん、今のこう率直な気持ちはどんな気持ちなんですか。でも、うん、いっぱいユニットとかがたくさんあって、うん、3期生の曲とか、はい、あと全員初めて乃木坂で全員の46人今ちょうどいるよね、はい、ちょうど1期生2期生3期生全部合わせて46人で、うんうん、の一曲が初めてあるので、はい、が設定温度っていう曲、そうです、はい、そういうのがあったり、はい、もうアルバムならではのユニットがたくさんあったりするので、はい、すごい私個人的には生駒ちゃんといくちゃんと3人で出た4年ぶりなんですよ、もらったのが曲を、多分そんななるんだ、3年かもな、はい、なんかまあそのぐらいなので、はい、すごいアルバムで復活したのでぜひ聴いてほしいなと思います。このそれ満月が消えたって曲っすよね、はい、なんか僕勝手にあの読み方わかんなくて、まあ、イクイク星って僕は呼んでるんですけど、はい、イクイク星、うん、いいですかね、でもいいじゃないですか、それすごい、イクタイリカちゃん、イクちゃんの生まれると、はいはいはい、生駒ちゃんの生まれると、うん、星野みなみちゃんの星で、うん、そのねみんな、はい、なんて呼んでんだろうあれって、なんか決めたんですけど忘れちゃって、はい、率直な意見素直な意見、もう結局あの3人って呼んでます、あの3人噂のあの3人みたいに呼んでます、強い人もいいですけどね、なんか、ね、うん、勝手に覚えやすい、すごく、でもなんかね、そのあの3人って、はい、まあ初期からずっとさ、もちろん乃木坂の象徴でもあるし、はい、可愛らしさもあるけども、今回の曲って、めっちゃかっこよくないですか、うん、そうですね、今までのこうふわふわってした感じとは別の、ちょっとかっこいいというか、うん、ちょっと不思議な感じの、ちょっと大人っぽい、ダンスチューンな感じですよね、なんか大人っぽい3人の曲みたいな感じです。うん、最初こういただいた時はどんな感想だったんですか、みなみ。でも3人っぽくないなって、ちょっと明るいの来るかなって予想してたので、うん、意外すぎて、うん、ちょっとライブで多分披露する機会もあると思うんですけど、うん、ちょっとかっこよくできるようにちゃんと頑張りたいなと思うんですけど、でも大人っぽく頑張ります、うんね、いやーめっちゃやっぱかっこいい、この満月が消えた、うん、やったね、ベースもすげえブリブリ言ってるさ、クラブとかで大音量で聞いてもさ、めっちゃ良さげじゃない、すごくある、うん、ね、これがだからどこに入ってんだっけ、調べてくれみんなどっかに入ってるはずだ、満月が消えたわ、初回限定のね、あれだ、 B か、 B だ、 B、 うんうん、B、 あごめん俺 ABC って言い方しちゃったね、ごめんね、初回生産限定版とタイプ A とタイプ B と通常版の4種類だ、失礼、それのタイプ B に満月が消えて入ってるんで、はい、ぜひ聞いてください。さあ本日は乃木坂46星野みなみちゃんと寺田蘭ちゃん迎えてこんな授業をお届け、逆転握手会、まあ、乃木坂好きだけども握手会ねちょっと参加することまだできてないんすよっていうやつのために、みなみちゃんそしてランデちゃんが電話の中で今日握手会を開催してくれるってことで、ありがとうございます。ああ、でもこれ校長先生、うん、この数だ と、うん、ちょっと全部電話しきれないですよね。まあ確かにね、うん、これマジでリアルに14日ぐらい多分かかるだろうか、はい、いやいや本当にかかる、本当にマジでかかると思います、体持たない、まあだからそうだね、うん、まあじゃあ
あの用意してあるんで、あのトースターが今日ね、あ最初みなみちゃんのために、はいはいはい、あの始まったと同時にパン焼いて、うん、パンが焼けたら終了ってことで、まさかのそこで、そうするとじゃあみなみちゃんが毎回パン食べなきゃいけないってことだよね。すごい枚数を食べなきゃいけなっちゃうんですけ ど, どだからそれで行こう。だから今日はじゃその時間内で喋ると、うん、大丈夫ですかみなみちゃんそれで。はい、僕は今いっぱい食べますね。じゃあごめんなさいね、なんだなんでちゃんもじゃあ協力してもらっても全然いいんです、はい、お互いね。ってことで、まずじゃあさ、わー、来てるね、すごいね。列が半端じゃないよ。ちょっとパンセットしないで大丈夫ですか。あ、そうか、まずね、じゃあまずパンをじゃあまずセットして、はい、しときましょう。はい、OK かな、これでいいでしょう。OK ですね。はい、入った。ってことで、はい、始まってる。もしもし、もしもし、校長の遠山です。京都の芦田です。そして、星野みなみです。寺田ランズです。千葉県17歳、うん、ラジオネームもえちランランランゼタンです。もえちランランランゼタン、もえちランランランゼタン、ありがとう。17歳のことは今高校3年生か、うん、はい、そうです、うん、ありがとう、参加してくれた握手会、うん、ありがとう、はい、ちょっともうね、パンがもう焼き始まってるんで、そうなんだ、そうなんだ、早速だけどじゃあ伝えたいこと、うん、聞きたいこと何でも言っとこう、はい、本格的に受験勉強を始めたので、うん、2人に応援してもらいたいなと思いました。うん、うん、高校3年生になってね。そうですね、はい、そもそもだってめっちゃ乃木坂好きなんだもんね。うん、うん、めっちゃ好きです。うん、いつぐらいから好きなん？6枚目のガルルの時に友達の影響で好きになって、ルル、うん、で、みなみちゃんが、みなみちゃんとなあちゃんが大好きで、うんうん、その後、はい、2期生でランジュタンが入ってから、はい、ランジュタンがアイドルで一番大好きです、ありがとうございます。今日なんてじゃあ失神するじゃん、そしたら完璧じゃん。ありがとう、私も嬉しい、すごいありがとうね。でも受験を応援してほしいと、はい、うん、はい、そうです、うん、このじゃあ何かこれからもう始めてんの受験勉強は？まだここから始めてます。そうですね、先月くらいから。いいぞ、ランデちゃんいかがですか、このランランランデタンの。そうですね、うん、高校3年生、大学っていうとこれからの未来とかもきっと決まってくると思うし、だから私の一個下だよね。なんかそうですね、すっごい重い話ですけど、これからの日本担うのは私たちなので、おー、すげえ。そう、それぐらいの気持ちでもうガツンと悔いなく、はい、頑張ってください、はい、受験応援してます、めっちゃ。でも楽しんでね、はい、うん、いやこれだけでもうマジで1年いけるだろこれ。すごい、こんな本当かな、はい、うん、どう、めっちゃ応援してる、ランランランズだ、うん、めっちゃ嬉しいです。もうなんか頑張ります。いやよかったこれ日本を頼むよ本当に、ね、うん、そうね、頑張る、この同世代で頑張りましょう、はい、うん、あ、まだパン焼けないから、じゃあまだなんか、ね、あと伝えたいことあったらなんか言っとけ。うん、まだいけないから、かわいい一言が欲しいです。かわいいから、じゃあこれみなみちゃんか。やっぱ声かわいいから、そうだ、ランランランタンだから、ランテタンだから、え、どっちからがいい、2人からがいいです。2人から、じゃあ順番に行く。じゃあみなみちゃん、ランテちゃんの順番に行く、そうしましょうか。どっちが逆がいい、はい、でも締めはやっぱランテだ。なるほど、じゃあみなみちゃんのじゃあかわいい一言、はい、かわいい一言、あ、勉強しないとおこだぞ。やばいね、そこは。いいね。いいね。ちょっとね、まず今の感想、え？めっちゃ可愛いです。だね。そうなっちゃうよね。うん、じゃあ時間があれかな、ラストランド。ああ、ダメ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 。嘘だろ。やけた。ダメダメ、焼けちゃったよ。ダメダメ。まあまだまだもうちょっと白いところが焼けますよ。結構黒いよ。まだ焼ける？まだ焼ける。優しさが発動。まだ焼けるよ。じゃあ、わかります。いきます。じゃあ、まあ、勉強も大事だけど、たまには、ランゼのこと見て、癒されてね。頑張れ。ありがとうございます。来たね、これは。これはよかった。ちょっといいかな。そして、2度目のパンがまだ焼けない。さすがにでも、すごい、絶妙ですね、これは。いやー、ちょうどよかった。じゃあ、この調子で、頑張るな、勉強。頑張って。はい、ありがとうございます。頑張ります。終わったら行きます。終わったらライブ？握手会？受験終わったら？握手会行きます。待ってる、待ってるね。はい、ありがとうございました。頑張ってね。よし、じゃあ続いて、待ってますからね。あらの、もしもし。もしもし。校長の遠山です。京都の芦田です。そして、星野みなみです。寺田ランゼです。秋田県17歳、ラジオネーム池上です。池上。池上。はい。池上は17歳、高校3年生か？うん。はい、高3です。おぉ。乃木坂はまあ好きなんだね。はい。うん。そうだね。うん。これ逆に握手会だけども、どうなん今？ドキドキしてる？
めっちゃドキドキした。かわいい。もう後ろレースでニヤニヤしてたもんな、お前な。めっちゃかわいい。ただ南ちゃん、ランデちゃんいるから、うん、はい、じゃあパンが焼き上がるまでもう伝えたいこと言いたいこと何でも、池上いけ。はい、自分は乃木ラップを作ってきました。おー、これね、最近流行りつつあるんですよ、うんうん、乃木坂のワードをふんだんに駆使したラップ、はい、いわゆる乃木ラップ。そう、生まれてるんですよ今。すごい。普段ラップやってんの池上は？いや、ちょっと遊びでとか、どっちかというと聞くのが多い。でもまあ乃木坂好きだからやってみて、で披露したいと、ここで。はい、披露したい。いいね。もういけるの？はい、大丈夫です。マジ？ちょっとじゃあ、みなみちゃん、ランデちゃん、はい、受け止めてもらっていいですか？楽しみ、頑張ってね。じゃあ、池上、はい、乃木ラップ。はい。いけ！はい。よいよ、今日は来るぜ、みなみとランデが、俺に逆転来るのを待ってた。伝える二人に思いを、よ、応援している、もちろん今年も。校長の話なんか右から左、俺は楽しむ生き方次第。握手会には行ったことない、だけど乃木坂愛し続けて、人一倍ある愛情が伝わる、俺が秋田の代表だ。以上です。バン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 。ランデちゃん、いかがですか今の乃木ラップ？え、すごいすごいですね。しっかりしてるんですね。しっかりしてる。ラップがしっかりしてる、ね、ちゃんとね、考えられてるし、うん、あれなんかすごい、あ、なんか最後の、うん、なんか伝わる俺が秋田の代表だっていうやつが、うん、すごいなんかラップ、なんか今流行ってるじゃないですか、うん、あれね、こう戦う、うん、みんなでこう、はい、フリースタイル、はい、フリースタイルっぽい感じを残しつつも、はい、乃木坂の愛がすごい伝わる、いいなって思いましたよ。ちょっと池上ね。どうよ、嬉しい、かなりめっちゃくちゃ嬉しい。みなみちゃんの感想告げられない。じゃあパンも食べるしかない。そしたらね、それしかないって。はい、じゃあパンの、じゃあ食べた音。そうだね、私が、あ、池上に、うん、池上に、うん、だけに、そうよ、お前だけしか聞こえない状態になるから、うん、今から、ね、秋田に向けてね、うん、みんな耳塞いでね。そうだな、みんな池上に聞いてね。これほんほんほん、そうじゃなくて、はい、でも一口、あの音、池上ちゃんと聞けよ。池上聞いてね、ちゃんお前のためにな。恥ずかしい。どうだ池上。今笑ったよ。嬉しい。今なってすごい。今のガチなやつ入ったな。お前のためだけ。そうだぞ。お前のための人神だから今な。ありがとう池上。はい、ありがとうございます。あのラップだけコースもあるから、よかったら送ってよ、南国フェスティバルの。わかりました。どうもね。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。ランデちゃん、はい、これだから参加してるアルバムの、あ、そうです、わたぼこりです。はい、カタカナでわたぼこり、北野日向子ちゃんと堀美穂ちゃんとランデちゃん3人で、うん、はい、そうです、3人でやらせてもらってます。素敵な曲ですね。あ、ありがとうございます。でも私も結構お気に入りで、うん、もういっぱい聴いてます、うん、あ、自分で、自分でも初めてです、こんな楽曲。結構なんかその、うん、自問自答してモヤモヤしたりとかする曲じゃない、うん、心の迷いというかね、うん、結構歌詞はどしっと深く重い感じなんですけど、うん、ね、はい、やっぱ私以外の2人すごい声が可愛いので聞きやすいんじゃないかな。いや、でも別にだってランデちゃんの声だってさ、かっこいいさ、ランデちゃんなんかちょっと、はい、なんつう、拳入ってる感じっていうか、めっちゃかっこいい。そうです、歌詞の重さとか、うん、あと音聞いた時に、うん、あの一人男性が一人でギター一本でバンダナ巻いて歌ってそうな楽曲だなって思って、はい、それをこうイメージというか表現させて歌ってみました。え、バンダナ巻いて、はい、ギター持って、ギター男で歌ってる、やってるぞみたいな。長渕剛さん。いや、もうそうなっちゃうと思ったけど、まあ、でもそういう感じ、本当にまさかの強しイズムがイメージさせてもらって歌いました。あ、でもそんな感じなんだね。なんかでもそのランゼちゃんの、はい、あのブログとかね、はい、更新されてるじゃないですか。はい、そうですね。結構そのなんか、うん、自分の内側のいろんなものだったりとか、うんうん、そういったものでこう戦ってる人なのかなって僕は勝手に思ってて。そうですね、なんかすごいリンクしてるなと思って、この人も、うん、そうです、すごい歌詞がなんか産んでください、うん、頼むわけじゃないよとかすごい、うん、いや、そうだなって、いいね、はい、このわたぼこりって曲が初回使用限定版のタイプ B、はい、あ、じゃあそうか、どっちもだ、一緒なんですよ、仲いい、ナイスペア、イエイ。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクローブロックに代行中の乃木坂46寺田蘭でちゃん、はい、サンクエトワールドね、はい、一員でもあるわけですよね、はい、そうですよね、はい、でさらにそんな蘭でちゃんがなんと今日本日、うん、はい、ブログ更新してくれてます、はい、ありがとうございます、ぜひ見てください、大人の塗り絵、大人の塗り絵、はい、とても細かい色彩感覚、ね、恥ずかしい、なんか言われるとコートのドラヤマです、ね、やってる、ね、指さしてねえじゃない、ミュージックビデオもあるし、指さしてねえじゃない、ロックのスペルは LOCK、 そして同じく来航中の星野みなみちゃん、みなみちゃんは最近いろいろと育ててます、詳しくはみなみちゃんのブログをチェックしてください、京都の安田です、いやこれ俺この曲本当好きで、うん、嬉しい、めっちゃ雰囲気も合ってるし、うん、歌ってるみんなのさ、うんうんうん、でね、いつだったっけかな、あの武道館でやった時かな、あの、うん、2015末、うん、かな、はいはいはい、その時になんか段とかに登って、うん、多分みんなでやってる、はい、皆さんがね、そう、懐かしいね、なんかあったでしょ、私は覚えてますよ、うん、覚えてる、覚えてない、それをね、スカパーかなんかでやってたやつは、はい、もちろんそれハードディスクに入れてですよ、DVD にも落として、うん、そこだけたまに見る時があるからね、そんなに、もうあらかじめ見るの決められてた遠山、まあ、まあ、うまくはないですよ。いや、曲のタイトルですよね。そう、ね、かけたま。かけたまん登場。かけたまんです。かけたまん登場。でああ、来た。ちょっと、二人とも全然こっち見てくれなかった。進めよう。ってことで、改めまして、本日の生放送教室には、星野みなみと、寺田蘭瀬です。よろしくお願いします。46からお二人が来てくれてる、はい、愛知県18歳男の子、ラジオネームボルボ13、ボルボ13、今日は耳が幸せだ、パンかじった音とかランゼとミナミの声とか本当に耳から全身に幸せが駆け巡っている、受験生の弟と妹に変な目で見られ母からうるさいと言われたけど全然気にしない、一人でサイリウム振って盛り上がってます。乃木楽曲たくさんかけてください。全力で家の中でコールします。いやー素晴らしいです。こんな完全な状態でいてくれてますよ、これは。嬉しいね。やっぱチーム乃木オタは優秀だね、はい、やっぱ。素晴らしいですね。いやー出た、つらなっちゃいます、つらなっちゃいます、みんなね。腰持って。一列、ね、揺れる、揺れる、こうやって。揺れるんだから。ね。そう、あーボルボ13ついてけよ、ついてこいよ、ボルボ13。サイリウム持てよ、お前も。いけ、いけ。来るよ。すげえ、すげえ。やばいやばい、やっちゃおう、入ってるよ、ブレードビルのミュージックビデオ、ありがとうございます、あ、来た、あ、踊りやってる、いつも踊りやってる、学校体育館ですごいやってる、かっこいい、ありがとうございます、4枚目のシングル、今回のラウンドに入ってませんけども、ありがとうございます、フォーフォー、ありがとうございます、フォーフォー、ありがとうございます、はい、だい決まるか、決まるか、シャーキー、はい、やりましたね、ポーズも決まりました、いかがですか、うちの校長、すごい、1個のライブ見てるみたい、ありがとうございます、ね、全然すごいツアーやるじゃないですか、全然僕出させてもらえるんだから、出ちゃダメなんだよ、ね、絶対出ちゃダメなんだよ、着替えとか大変、やべえ、やべえやつ来たなってなっちゃうから、これね、5月24日に3枚目のアルバムね、生まれてから初めて見た夢がリリースされますけども、それを引っ提げてってことでいいんすかね、これね、毎年恒例となっている全国ツアー、うん、がスタートするっていうことで、はい、乃木坂46真夏の全国ツアー2017ですよね、はい、これまあまだ1月半ぐらい先ですから、そうですね、7月の頭から、ね、じゃあリハとかはまだやってない感じですか、まだ全然やってないので、私たちもワクワクしてるんですけど、これがだから今回いつもだったらツアーのまあラストが、うん、ね、神宮球場なんだけども、ね、7月の頭に、ドア頭から7月1日2日 2days 神宮球場、はい、うん、どう、ちょっとやっぱ気持ちは全然違います、私は、うん、なんでちゃん的には全然なんか、はい、結構そういうの気にするタイプなんですよ、神経質っていうか、順番とかってことですか、順番がすごい神経質だし心配性なので、はい、いつもと違う空気を味わうっていうのがちょっとすでに怖いというかドキドキ、ああ、じゃあもしかしたら本当初日でもファイナルの気持ちで行っちゃうとか場所がそうだからですよ、ね、ぐらいの、まあ、だからそう、あの心の持ってきようとか、はい、コンディションとかだからガラッと変えていかなきゃいけないなってうん、うんうん、思ってますね。で今回また仙台行って、さらに大阪城ホールが 3days、はい、第一の日本外資が 2days で、新潟のときメッセ新潟コンベンションセンターが10月8日日曜日9日月曜日祝日、はい、全部で計3回公演、はい、新潟のライブって、うん、初めてです、初だ、初めてです。みなみちゃんとしてはどうですか、新潟でこう、まあ、初めてライブするわけですけど、うん、
でも、うん、なんか私のなんか個人的なので、はい、こう大都市には結構行くんですけど、うんはい、それこそこうなかなかこう、うん、なんだろう学校とかで来れない地方の方とかもたくさんいるので、はい、いろんな都市でやりたいなと思ってたので、はい、それが一つ叶ったのですごい嬉しいです、うん、新潟のに行けるのは、うん、そうしかもだってこれ3回公演もちゃんとあるから、うんはい、まあでもなチケットなかなか難しいだろうしちょっとね今日もなかなかこう掲示板ね、うん、結構殺到してて書き込みが、うん、結構見づらかったりする中で、うん、あの全部落ちちゃいましたとかってやつとかも、うん、もう発表されてるんですねたくさんいたりとかして、うん、悔しいなまあでもなんとかねみんなも行ける、うんうん、ようにね、うん、そうね、うんってことで5月じゃないや4月1日からの、はいね、ちょっと長丁場ですけどそうです ね, ね一番今までで一番長い、うん、10月まで、ねね、今回だからアルバムの曲も多分、うん、おそらく見ることができるはずなので、うん、体に気をつけていってらっしゃいませ、はい、頑張ってきます頑張りますさあそしてここからは乃木坂46星野みなみちゃんそして寺田蘭でちゃんと一緒に逆で握手会を開催やっぱ会いたかったわけじゃんみんなそうですね2人にはさ、はい、今日会えるからその通りですラジオの中で、はい、握手会に参加したことがない参加できない今までいろんな事情があってそんな生徒のために電話の中で握手会を開催、うん、もうすごい並んでるもう見てくださいものすごい数並んでますよこれ半端じゃないちなみに今回できるだけね多くの生徒と話すためにでも制限時間というのを設けております、うん、そうまあ、みなみちゃんがパン好きなんで、はい、パン焼き始めてスタートそうですね焼き上がったら終わりそうなんですよで終わったらみなみちゃんがパンをかじるそう謎のルーティーンができましたけどかじるのも入ったんです、ね、入ってますわかりましたこれ全部全てこれ込みで込みでできたら音も聞かせる来る前にもうパン食ってるのにじゃあ次はもしもしもしも校長の遠山です京都の芦田ですそして星野みなみです。寺田蘭子です。福井県出身、18歳のきほちゃんです。きほちゃん、きほちゃん、あ、焼き始めた。はい、焼き始めた。きほちゃんは18歳ってことは今、うん、学生？今社会人1年目です。あ、働いてる。そうなんだね。18。はい。乃木坂好きなんだね、きほちゃんも。好きです、大好きです。うん。いつぐらいから好きなの？みなみちゃん推しです。あ、わ、嬉しい。来た来た。ありがとう。嬉しいです。やった。きほちゃん。でもランゼちゃんも大好きですたまランゼありがとうございますえちょっとじゃあもう思いの丈パン焼けるまでさ、ね、きほちゃん言っとけ二人に、ね、いいよ言っとけ言っとけはい、うん声がたまに南さんに似てるって言われるんですけど、うんうんうん、なんかすごい嬉しくって、うん、あのなんか喋りたかったです、うんあ、嬉しい。似てるらしい。え、でも、思います。第一戦目の時に。声かわいいなって。本当ですか？うん、声かわいいって思った。え、なんかちょっとこう、みなみちゃんのモノマネとかさ。うん。なんかできたりするの、きよちゃん。あ、それでみなみちゃんと。モノマネっていうか、なんか、うん、覚えてるやつっていうか、なんか、のぎとことかで見てたやつとかなら。うんうんうんちょっとだけ。お、ちょっとそれで二人で会話してみる、うん、そしたら。そうだね。せっかくだから。はい。いいよ、頑張れ、きょうちゃん。みなみを遊園地に連れてって。え、行こうちょっともう、これなら、ただやっぱ、ドッペルゲンガーの方だから、今。同じ人格が現れたみたいな。もう一人の自分が、戸惑いながら行くっていう。行こう。え、でもみなみちゃん的には今のって、うん、あんま分かんない、感覚は。分かん、でも、どうなんで、わかんない、自分だと、うん、自分じゃ自分だとわかんないです。そうか。なんでちゃん聞いててどうでした今の。そう、さっきも言ったんですけど、なんか二人とも声可愛いから、うんうん、なんか系統としては似てるのかもしれないと思いましたね。いいね。いいじゃん、いいじゃん。可愛いね。認定だ、認定もらったよ。やったやったやったとかね、ゆるさが、ゆるさが、なんか、うふとか、この笑い声がすごいぽいかもしれない。あ、なんかわかるかもしれない。あ、だんだん？うん。入ってきた。なんかちょっとわかるかも。もう一回遊園地誘ってみたら。もう一回。南を遊園地に連れてって。うん、行こう。怖いんだよな。その頭の中での会話だから。そうやって行動してんのかなと思ったら。不思議な一人で行ってるんですかね。ちょっと最高感が出たんですよね。パンまだ焼けないから。そうなんだよ。焼けちゃう。わ、空気を読んでくれてるような気もする。でもまあ、きよちゃんな、ちゃんと伝えられたもんね、思い出の丈はね。はい、うん、じゃあパン焼けたんで。ちょっと焦げてる。焦げてる。本当だ。
でもまあ待ってくれたのかな。パンも我慢してくれてたんだこれ。じゃあ嬉しいな。ちょっと南さん、あ、これは本当に毎回かじるんですね。ちょっとやっぱキヨちゃん、はい、音聞きたい。聞きたいです。そうだね、じゃあ他のみんな耳塞いでもらって、ごめんな、お前だけに届けるのみに、うん、キヨちゃんのみに、はい、じゃあキヨちゃんに、はい、ちょっとやっぱね、はい、あの焦げてるからね、ちょっと固めでしたね。違いますね。キヨちゃんよかったね。はい、じゃあね、じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。いや、いい匂いだ。そしてパンの匂いが、本当だ、いい、ああすごい。さあ今のところだから女子男子女子と来ていて、次4人目はどっちだ。もしもし、もしもし、来た、校長の田山です。京都の須田です。そして星野みなみです。寺田ランゼです。神奈川県15歳ラジオネームアンパイアです。アンパイア、うん、あ、早い。15歳ってことでも何年生？高校1年生です。高1、うん、はい、乃木坂好き？あ、好きです。わ、いつぐらいから、うん、今年からです。今年から？最近。おー、そうなんだ。何だった最初、うん、好きになったきっかけは？きっかけは校長です。あ、俺かい。わ、すげえ。すごい、すごい。いや、校長のおかげで広がってますね、これね。ありがとうございます。インフルエンサーやってことだね。影響力があるってことだね。じゃあ、ね、1800円ぐらいなんかいただけたら。なぜ金を取ろうとする。ごめん、こんな時間を使ってる場合じゃないんだ。アンパイア、じゃあ行け、二人に思い伝えたいこと。行け行け。女子とうまく話せません。きっかけがわかりません。きっかけ、乃木坂だと必死だね、これはね。これは何、どういうタイミングでの話？難しいね。高校入って、男子とは結構仲良くやってるんですけど、まだ女子と全然話せなくて。クラス何人ぐらいの？クラス38人いて、うん、半分くらいが女子で。そっか。で、話しかけたい気持ちはあるんだ。はい。ああ、その一発目どうしたらいいかみたいなことを聞きたいのは。あ、そうです。はい。ああ、きっかけ乃木坂だけに、ね、女性に聞いた方が。どうだろう。どう考えたらいいのかな、お二人はね。逆に男子に話しかけることを想像した方がいいのかな。なんでじゃあ無理したか、あとは女子として例えばクラスで、うん、こう、まあ、クラス、まあ、変わったばっかりだしまだね、うん、時に男子からこうかけられたら、ね、別にその自然だなとか違和感なく会話できるとか、難しい。なんか、うん、でもなんか話、自分がなんだ、例えばこう、うん、こうなん自分が手を挙げて発表したりとか、うん、授業中こう体育祭とかに進んでこう、うん、はいはいはいって言ってくれる人とか、うん、結構、うん、そういう人には自分も喋りたいなと思います。なるほど。あ、なんか積極的なんか話しかけやすいオーラを作っとくってこと。うん、話しかけやすいオーラ。そうすればなんかクラスの結果ためにもいろいろやってくれてるあの人 に、うん、なんかそういうプリント集める時の会話とか。なるほどね。例えば、ね、女子に向けて何かアピールするってよりはなんかその自分から率先して何か行動を起こしてる人になんか心開きやすいみたいなことですか、うん、かな。ランゼちゃんはどう？でもなんか、うん、このアンパイアさんは、はい、そうやね。でもはいって言われる。なんかでも終わっちゃった。なんていうことかな。でも終わってたことはあった。そう、でもなんか緊張とかなんか、うん、俺やるぞっていう感じを出すっていうよりかは、うん、もっと気軽にいた方が、うん、話しかける方も緊張しないんじゃないかなって、うん、そうか、なんか多分伝わっちゃってるのかもしれない、そのどうしようみたいな感じが。なるほど、うんうんうん、だから気軽に生きてこう。うん、じゃあもう挨拶ぐらいからとかでも、あ、確かに、簡単に何か喋るとかはやっぱ絶対人間として言うべきだし、うんうん、そうね。どうだアンパイア。そうですね、もっと声かけていこうと思います、ね、そうね、これから、うんうん、はい、そうね、うん、で何かできることあったら率先してやってみる。そうだね、自分、のためにもなるし、そうね、うん、うん、でまあパンが焼けたんで誰か食べますか？え、逆に誰か。いや、いや違う違う、これ教頭の音なんて、はい、聞きたくないだろアンパイア。お前聞きたいかもしれない。いや聞きたいです。いや違う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 、教頭で、俺の声、俺の音はいいだろ別に。いやこれは教頭、俺の音じゃないのがいいでしょ。アンパイアが言ってる。俺がえ、アンパイア誰がいい？あ、うん、じゃあみなみちゃんです。そうだ、結局みなみちゃん。そりゃそうだよ。まあ、それでいいんだ。それはそうです。本来の形だ。そうです。本当の名前だ。明日から俺いないことになる。こんなことしちゃったら。それ4枚目ぐらい。4枚目ぐらいをひとかじりこの時間してます。じゃあ、アンパイアよく聞けよ。お前のためだけだからな。はい。行くぞ。
何の時間なんですか。出して、どうだアンパイア、あ、聞けましたちゃんと。冷静だって。じゃあもうこれをね、明日の会話の種として。そうね、逆に、ね、うん、うん、星野みなみのパンの音俺聞いたんだ。ちょっとやばいやつだと思われる。確かにそれはなんか違うかもしれない。じゃあね、アンパイアありがとう。ありがとうございました。これが初回生産限定版の11曲目に入ってる全員で初めて、うん、楽曲の設定温度、はい、これもだからまあ、うん、多分ライブでは見られるはずなので、こんな感じになるね。どうなんだろう、終盤なのかな。だって全員って、だってある、そうですよね、ないので。ないです。ないよね、かっこよくなりそう。一期二期三期全員がそこで揃ってっていうのが、うん、楽しみ、ね、あ、ちょっとすげえ押してくる、みんなもう列がすごいから。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと一列にお願いします。いくすいません。もしもし、もしもし、校長の富山です。京都の須田です。そして星野みなみです。セラダランデです。長野県16歳の山賀リーリンです。嬉しいね。やったね、山賀リーリンね。パン焼き始めだったけど、うん、リーリンはと、え、何年生だっけ今、高校2年生です。中二高にはフリーダーフリーダーナイスリーダー。ごめんね、ここに時間割いて、うん、こういうくだりがあるんです。すいませんね、もう好きなんだね、もうね。あ、めっちゃ好きです。誰推しなの。みなみちゃんとランゼちゃん推しです。嬉しい、ありがとう。シシンパターン。ちょっとじゃあもう伝えたいこと今言っとけ、時間の限り行こう。あの去年の紅白を見た時からすっごいずっと好きで、もう毎日乃木坂の曲を聴いて元気もらってます。嬉しい、ありがとう。なんか聞きたいこととか、うん、何でも。あ、私は人生初めてのライブを乃木坂にしたいってずっと思ってて、あらまだからライブに行った時にどうやって楽しめばいいかなって聞きたいんですけど、どうですか、このステージにいる側として、うん、後半の皆さんに楽しんでいてくれたらありがたいなとか、みなみちゃんは何かあったりします。でもやっぱこう名前とかを呼んでくれた私たちはすごい嬉しいし、うん、こう千葉とか、うん、女の子とか特に手作りで作ってくれたりするのは、うん、こう見つけるとやっぱこう指さしてとかしたりしに行くし、うん、そしたらね、それこそ今日読んだか探しに行ったりとかするから、うん、そういうのとか、あとコール、うん、こうやってみんなで揃えて言うとことかはやっぱ楽しいかな、うん、それだからあれっすよね、その乃木坂の曲のコールをメンバーが教えてくれるビデオが、うんうん、あの YouTube だったりとかにあったりとかするし、それを事前に見てやるのもいいと、予習ができるんですね、うん、そこでね。ランデちゃんはいかがですか、このライブ。そうですね、はい、なんか、まあ、みなみさんも言ったんですけど、まあ、もちろんグッズ持ってくれるのはすごい嬉しいし、私飛んでいきますよ、そしたら。嬉しい。私割とはなんかトロッコとか乗れなくてもステージのギリギリ端っこまで行って、うん、もう探しても飛んでもうわーってやるんで、はい、そうしてくれれば、まあ、お互い楽しめると思うし、まあ、コールはね、やっぱライブ行かないと一人でね、はい、CD 聴いてても確かに、ね、まあ、できるはできるんですけど、ライブならではの一体感はその瞬間でしか出てこないので、やっぱり、うん、その場で名前呼んだりとかってどんどん変わってきますもんね、うん、ああいったものもね、やっぱりちょっとやってみる今、うん、あやってみます。多分我が校の運営のすっちゃんはもう曲無数に用意してるんで、やっぱね、何かが来たら多分もう流れて、ちょっと一緒にやってみる、リーリン。あ、はい、お二人はでもあれですもんね、コールとかはよく分かってないですもんね。いや、でも分かります。自分たちから促してる。でもやっぱ校長も誰よりも分かってるはずですからね。ちょっとじゃあ、まあ、曲何来るか分からない状態だけども、僕も勉強しますからね。リーリンもやってみよう。やってみましょう。じゃあ乃木坂の曲何かしら。何かしら。来い。はあ。青空。何度目の青空。いや、待って。き、あ、歌詞が詰まっちゃった。これを好きになる。ちょっとこれコールじゃないの。これコールじゃないですよ。歌っちゃってる。本人の場所やっちゃってるから。ごめん。こういうんじゃない。あ、これはいいよね。これ分かりやすいですね。話さまの時は。はいはいはい。これね。タオルを、おタオル、このそうヘイル、ヘイルとともに掲げる、掲げる、両手で持って、はい。で俺ティッシュ並べば、ティッシュ、ヘイ、掲げる。おお、なるほど。で、あ、違う。いや、違かったです。で次、はい。ヘイ、これ掲げる。なるほどね。おお。そう。ちょっと、あ、終わっちゃった。終わっちゃった。あ、終わっちゃった。話
私で様は俺の勘だと、はい、おそらくこのツアーも夏の歌だし、ね、やるだろうから、うんうん、まあさ、みなみちゃんタオル、ランデちゃんタオルとか買って、うん、ヘイの旅に、うん、みんなも一緒にやってるからね。そうですね。そうですね。うん、あと、うちは本当に手作りでやったりしたら。うん、嬉しい。うん、いいんじゃない？なんか、リーリンって書いてあったら、二人で書けちゃいますよ。わかる。自分の名前入れるのもいいかも。でもどうだろう。ただでも今のによって、偽リーリンがね、発生しちゃう。偽リーリンやめてください。お願いします。リーリンのためにも、偽は作らないでください。まあでも、あとはもうね。もう心の底から身を任せて楽しめばね。楽しんでもらえれば、うんうん、私たちも嬉しいので。ツアーは行けそうなの？リリンは。まだ分かんない。今年は行けないので、そうか。来年3年生になって、進路が決まったら絶対に行きます。絶対来て。行きます。ね、受験も頑張って。ありがとうございます。あ、そう、パン食べてなかったっすよ。パン忘れてた。パンね。ちょっと忘れてればいいなと思っちゃったんですけど、一緒。みなみちゃんでいい？リリン、パンは。なんででもいいよ。どっちがいい？どっちする？あ、お二人とも食べて。まさかの？二人でまさかの。まさかの？じゃあ行きますか。行ってみようか、二人で。ダブルで。二人で食べるんですか？はい。あ、でも一枚しかない今。そうですね。そうか、じゃあ、みなみちゃんが、パンをかじった後に、ランデちゃんがチャスを一飲みいただく。なるほど。嫌です、嫌です。そのコンボで行きましょう。チャスだと音が可愛くない。悟空なので。でもそのコンボで行ってみましょう。ダメです。パリがいい。私も二人で一緒に食べる。じゃあ、そうしましょう、そうしましょう。リリン聞いてない。どうしましょう。どうしよう。ちょっとじゃあ寄ってもらってマイクを拾わないといけないんで。はい。ストーンネームがこっちで。今二人がね、みなみちゃんが席を立っていただいて。ランデちゃんのマイクにはお二人がね。おかしな光景。何だこれ。じゃあ行くぞ。リリンのために行くからな。行け。せーの。やばいよこれ。大丈夫ですか。どうリリン。いや、めっちゃ良かった。どういうこと、これでいいの？じゃあね、リリー、バイバイ。バイバイ。ありがとうね。さあ、もうこんなこと言ってる間にもう時間が来てしまいまして、黒板の時間でございまして、パン食べて黒板書いて、もう私もパン食べた思い出しかないんですけど、ちょっとね、最後ね、黒板で締めてるんで、授業いつもランデちゃん、みなみちゃん、どちらかどうしましょうか。じゃあ2人で、そうだね、2人で書こう。わかりました。じゃあ一つの黒板をとかですか。はい、はい。そうか、フェットチーネにしときゃよかったね、ランデちゃんね。あ、そうですね、それもありがたい。それ食べときゃよかったな。音する？さっきあったんだけどね。ありますね。そうそうそう、音がするから。じゃあ、はい、お書きいただいて。何書こう。今日はね、本当今ももしかしたら掲示板に入れてないですかね。さっきまではね、なかなか入れ、あ、今でもパッと見れるかな。よかったよかった。みんな東京都の輝きも、お輝き、チケット当たればなんとか友達と一緒にコンサート神宮遊び行きます。で、当たんなくても外に遊びに行きますって。え、嬉しい。毎回外組いるんで、すごく入れない。みんな音が漏れてね、そこからね。ヘイとかやってくれて、ガリ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 じゃない、ガリ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 やってくれる。ガンガンやってるよ、それは本当。え、待って、これ多分私でかくなりすぎた。はい、いいよ全然。みんなもちっちゃくペッて書くから。ほら、みんなたくさん。あ、本当だ、めっちゃ書き込み来てる。千葉県の女の子14歳のさやぴーもね、みなみちゃんなんでちゃんつって、やっと入れましたっつって掲示板に。あ、さやぴー。組み合って入れなくて。こんにちは。うん。それから翔平もテスト勉強しながら聞かせてもらってますと。あ、そんな時期なんだ、うん、もう。北海道のどさんこどうやさんは、うん、めっちゃ曲がる。北海道でライブしてください、お願いします。北海道ね、したい。ねえ、なかなかった。そうなんだよね。そうだね、そうだね、行けたらいいんだけどね。すごい中二病みたいなこと書いちゃった。さあ、それでは、はい、2人で書いてくれた、あ、今みなみちゃんが書いてくれてる。はい、みなみちゃんが書いてます。合作ね。さあ、残り時間がね、1分半ぐらいとね、なっているさなか、結構長いこと2人が書いてくれてるんで、ごめんなさい、全然全然ですよ。もう字めっちゃ汚い、みんなもね、ごめんなさいって感じですか。いえ、後からこの黒板もね、あの放送後期にしっかり上がるんで、めっちゃ汚い、やばい、私の方が汚いから。のんびりしてんな。名前も書いてないし。はい、さあ、それでは読み上げていただいてよろしいでしょうか。はい、私はありがとう、日本世界を変えるぞ。はい、で、みなみちゃんがパンたくさん食べた、ありがとう。っていうので、もう思いが全てこもってるっていうことで、よろしいっすね。はい、大丈夫。はい、いや、ありがたい黒板、これは最後の最後に、うん、そしてこの流れてる今、このスカイダイビングという曲、はい、あの乃木坂工事中でね、 CM が今あって、アルバムの、はい、このギターの音ジャカジャンっていうので、うん、日曜日見た時に、うわ、絶対今回のアルバムもいいわって思えたんですよ、俺。よかった、
何度目の青空があったり孤独な青空があったりとか、その上にこういる乃木坂46どんどん坂を登り続けてまだいるんだなっていうのを実感できたこのスカイダイビングを聞けて、最後によかったんですよ僕は。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。たくさんパン食べさせてごめんなさいね。全然こんなに一日かじったのは初めてです。嫌いになる、なってないからだけ不安です。いや音もじっくり聞けたので良かったんですかなと思います。ランデちゃんも今日2時間頭からありがとうございました。ありがとうございます、ね、またぜひ遊び、ね、はい、来てください。今日懲りずに。え、もちろんです。本当ですか。楽しかったです。また待ってます。はい、お願いします。ぜひ遊びに来ます。スクローブロックは明日夜10時に再び開講。起立。はい、立って。じゃあ最後一緒に挨拶をお願いします。礼、はい。